どうもジョコレです。マインクラフト実況前回の続きからやっていきたいと思います。マインクラフトの実況なんですが、前1日1から2本上げるって言ってたんですが、まあ僕たちがやりたいっていうのもあるんですけど、まああの、あとコメントで、何件かもうちょっと出してほしいですっていうのがあったんで、1日3から4本ぐらいにしていこうかと思ってます。まあちょっと上げすぎたらあれかなと思って、ちょっとペースを控えてたんですが、まあ正直ね、僕たち3人はマインクラフトにね、どっぷりハマってるんでね、どんどん今作っていこうと。まあ今回はマイスターもいます。いやこれあれやろ、張りすぎやろやばい何があったんやんって言うぐらい張ったやん。やばい、革命やん。どこかわかる、ワーフターみたいな感じやん、うん、匠の技。なんということでしょう。なんということずらやな。え、ちょっと登れるやん。おい、落ちてきた。おお。やばい、こうなってもすげえ。ほんまの家みたいな感じになってっから、屋根欲しいな。屋根てか石系の装備作らなあかんわ。これ石系の装備作ろう。これが俺のベッドで、あれなんや、ここが。でもほんま家やん。家最高やん。なんかコメントで火打ち石あるらしいもらったんやけど、で、それで燃やせるらしいな、森。うん、森燃やそうでしょ。どこにある火打ち石。多分下らへんじゃん、鉱山やろ。今ってあれやん、開拓していっちゃうん。全員で鉱山ちょっと今回やらへん。鉱山パターン、うん、鉱山全員ちょっと攻めよう。俺あれ欲しいやんけど、ツルハシよ。なくなったやん、それは。やるわ、じゃあ。石系。こっち来て。あ、そういえば俺、チェストにちょっと預けていこう。いっぱいなってまいそう。チェストが減ってきたな。あ、俺、ちょっと、あれしよう。チェストもうちょっと作っとこうか。あれ？かまどは？かまど。かまどー。爆破された。爆破された。かまど爆発された。かまど作ろうぜ、早く。もう一回。どうやって作るの、あれ。かまどは、そうやな。だからチェスト頑張ったら作れるけどな。かまど作ろう、早く。ここにとりあえず新しいのを置いていこう。食べ物も作れんしよ。サトウキビ。木の剣とかいらんねんな。棒はいるな。チェストに預けに来たんやった。丸石はいるかな。革の帽子。チェストこれ誰のチェストなの。俺のチェストやけど、まあぶつかっていれ。いらんやつ預けとって。何がいらんねんやろ、これ。もう俺、木のやつとか全部いらんねんな。石のシャベル。俺全部木ないやん。フェイスゲート。あ、石や。フェイスゲート置いとこう。じゃあ全部石ストーブも通る。繋いらんわ。よーし、これでオッケーかな。丸石いらんだ。丸石俺150個ぐらいあるぞ、たか。マジで？うん。めっちゃあるやん。丸石150個。だから石の結構持っとうで。やつ作りまくりや。あ、マジで作ったらなかった。羽。お前さ、石のクワとかいるやん。いるな。何が何個いるか教えて、ちょっと。作るわ。もう預けとこう。メッシもちょっと持っていっとこう。よし、じゃあ作りまーす。牛肉とリンゴ。かまど作った方がいいんか。あ、俺作れるわ、かまど。あ、作ったで。もうだ、かまどは何個でも作れるレベルやで、俺マジで。マジで。うん。かまど作った。作ったで、ほら。ほら。おーおー。ホットトピック。うん、なんか出た。おお。よう分からんけど。あ、火がいる。とりあえず、まず何入れるんだっけ、ツルハシ入れるんだっけ。一応俺1個は持っとうわ。でもなんかもう耐久度がやばい。うちの斧？ツルハシが。剣はある？剣はあるな。じゃあ一緒のツルハシ俺さっき10個ぐらい作ったから。嘘、ほんま。とりあえず今から全員で鉱山行こうぜ。お前さん、これあげるわ。はい。あ、これ置いとくわ。鉱山行こう。鉱山もらいます。石のツルハシな。オッケー。全員ちょっと鉱山攻めて、ちょっと今回火打ち石ゲットしよう。あれ、オッケー、準備は整った。よっしゃ、俺は石のツルハシだいぶ持ったぞ。俺もこっちだ。ここ一回俺も探索したからな。鉱山やばいな、ここ。ここやばいで、だいぶほっとうで、ここほんまに。めっちゃほっとや。でもここで鉄鉱石みたいなのゲットしたん。どう、あ、俺飯食わな。さっき飯食っとこう。これ掘っていくやん。いや、まだ下がある。まだあるやん。あの、埋めてもたやん、俺確か。この土の。こっから徐々に下、広げていこう。全員で。これって、シャベルで掘るんじゃん。ツルハシ。うん、適当にもう進めていったら OK で。あ、ハイマツ持ってくの忘れた、でも。俺持ってった。ナイスナイス。一緒に下行こう、下。この掘り方、まあ、いっか。え？え？
まず行って。じゃあ俺下行ってくわ、まず。オッケー。螺旋状に掘っていった方がいいんかな、やっぱり。階段みたいな。うん。螺旋状。まあ、上がってくるときそっちの方が楽やから。でも階段つく、まあ、階段持っててよかったやん。あ、はしごや。はしごでも、結構気がいるで。俺めっちゃ持ったもん。はしご持ってこい、俺。はしごやわ、時代は。あ、なんか壊れた。お、なんかおるぞ、いっぱい。喋る。芝居とくか、歩く。はしご欲しいな。逃げるんじゃねえよ。勝ったぜ。しゃあねえ、俺がはしご作っていったろ。あざす。棒めっちゃいるから。はしご10個くらい作ったぞ。18個作ったか、はしご。18個で足りるかな。そんな、つかん。え、1マスで 1? 1マスで1。あ、マジで？そのレベル？そういうこと？なるほどな。俺、ここら辺に。あ、でも、もうちょい上の方がええんか、雰囲気。もう岩盤やったっけ？もう掘れへんやつあるからな。あ、これ棒がいるんかよ。棒がいる。あ、もうちょい上の方が良さそうやな。頭なんかガンガン当たっとし。43回できるよ、だからさすがに。43マスも下行っていいやろ。広がった。結構道なの。いっぱいあるな。ここら辺掘っていこう、じゃあ俺。ああ死んだよ。おい、なんだいや、さっきのもう。なんか。おい、タッカーどんだけ掘っとんだよ。気持ち悪いな、ほんま。どこやねん、しかもこれ。え、これどこやねん。おい。地図。行くよ、俺で行こう。めっちゃ掘ってやるな。あ、これや。出た、出れた。なんか、誰か、ムンクの叫びみたいに聞こえたね。よし。どうなったんや。おい、もうせっかくこれアイテムめっちゃ順調に、あ、チーターおるやんけ、ここ。え、俺ここどここれ。地図見える？地図。見えへん。なんか動いたやん、左下らへんで。だからどっちって、どっち点教えて、とりあえず。そっから、あ、そっち。こっち？そっち。おい、これ、なんで死んだ時に、あれなん？こんなわけなわからんとこ始まるの？わからん。いつもそんなとこ始まってんかったやろ。なんかいっぱい落ちた。俺のや全部。はしご落ちてへんのかな？はしご上か。はしご上か。出てきた。え、なんかおれへん？これ見て。なんか。なんかおる。おるやん。え、なんかおるとこないこれ。赤い牛？ライト。糸あるやん。こいつ誰？それブロックの話。ムッシュルーム？ムッシュルーム。お椀を使うとキノコ臭が取れ？取れる。ハサミで毛刈りするキノコを取る、落とすが？怖いな、こいつ。足が発見。な、俺は死んだし。なんで？落ちた。みんな落ちていくな。どこなん、これ。初期値や、初期値点。分かれねえ、初期値点、これ、ほんまに。帰らないもんだしょ。家に帰りたい、家に。家に帰してくれよ、俺を。なんでまさか初期地点から始まるの？俺、初期地点ちゃうのに。知らん。ランダムやる、もう一回死んだらいいんかな。とりあえず。あ、おった、マイさん。めっちゃ入ってきてん。入ってきてるじゃないですか、めちゃくちゃ。あ、ミスった。うわ、まさか死ぬと思わなかったし、落下の衝撃とかで。あ、あった。帰ってた。やったー。とりあえずあそこ落として取り返しに行かなか、俺は。あ、寝るか一回じゃあ。でもこいつ入ってこいでしょ。よし、肉ゲット。こいつ結構肉ゲットな。やば、アイテムがありすぎてもう取れへん。ここやな、はしごが欲しいのに。じゃとりあえず、石のクワいるわ。あ、おー、とりあえず寄るやけどもねえの。上がらへん、どうだ。アイテム全部なくなってまんちゃん、寝たら。あ、マジで。分からんけど。これ2個じゃん。これどこ行った？ちょ、戻ろ。まずは戻ろ。ちょっともう、マジで俺もう帰りたいんや、早く。とりあえずさ、丸石アイスクールでよかったわ。オッケー、卵。何か。寝ようか、とりあえず。そやな。いや、危ねえわ。オッケー。オッ
ッケー。この世界危ねえわ。お、俺も帰るか。っていうか一回こうなんだ俺。タイマーズの場所おかしいやろこれ。どこに置いとるねん。ここやろ。あ、来いよ。寝る。これ寝るやろ、この夜やろ。俺あれやで。何？失ったんやけど、石なの。いや、俺も失ったから、あんなすぐ作れるで。俺持っとこう。丸石だって俺、120個ぐらいあるんで。めっちゃ暗い。よし、戻ってった。戻ってったでー。あ、来いよ。俺我が家で待っとるわ。じゃあ帰ろう。なんで閉めたん？よっしゃ、よそもんかと思って。寝るぜ。よっしゃ、寝よう。よっしゃねえ。オッケー。マサン、貧相な装備やん。マサン、何しとったん？カリ、カリ、カリに行っとった。めっちゃ中、一個だけな、穴開けるん。あれ、あかんと思うで。あかんな。うん。あれのせいで二人死んどわけやな。うん。たか、ほんまそこら辺。ほんま、たか、あれ、殺人犯やで。言ったら殺人犯やな、ほんまに。あれはほんま殺人犯でしかないやん。なん落とし合わせさせられて元なの。前勝手に落ちてったんやけどな。いや落ちるように仕組まれとった、あれは。とりあえずじゃあなんかいろいろ返しとくか。またなんかその勝手に落ちてたと言い出すやろ。うん、ほんまに。そうやったらまるで俺らが間抜けみたいなやん。たかよ。あー木、木、あ、石剣もらおう。よっしゃ、勝利しに行こう。俺こんだけもあるぞ。木が欲しいな俺。あ、俺は棒欲しいんやせよ。あ、もうはしご持った。棒、棒は俺持ってへんで今。あ、たか俺のはしご取った。はしご取った。あ、あっちに木ある。めっちゃあるやろ。はしごかけに行こう俺。40個あるやろ。うん。40個ある。俺はしご作ったの40個ぐらい。たか俺のパクリやがったからな。チェスト。チェストめっちゃ入っといろいろ。いや、これ俺のチェストやもん。俺のチェストでもあるで。T シャツ借りよう。俺、前さんのあれで。入った。てか俺の木どこに行ったん？木がない。カシノキちょっと誰か返してくれへん。カシノキ？カシノキ下ちゃん、もしかして。カシノキがないねん。あ、でもいらんわもん。カシノキとか取りに行きたいんやけどな。いや、俺石の、石系の装備作りたいから、石系でええわ。とりあえず俺は、ツルハシを、石のツルハシを作ろう。3つ。で、剣作ろう。剣ってあれやったっけ？カシノキ？あ、石がいる。タイマーっていらんから。ルイシの板がないから、マジで。オッケー。俺はとりあえず。ツルハシまだあった。どこ？ツルハシ、一応結構作ったで、マイさん。剣は？剣も2個ある。けど、いらんの？いらん。お、なんか落ちとるぞ、ここなんか。アイテム残っとる。いけ、あ、なんかチーターみたいある。あれ、チーターどこ行った？おる。ゾ、どこ？見えへん。ゾ。まあ、ええわ。よし、これどこ行った？よし、俺こっから鉱山開始するわ。危なすぎやろ、ほんま。怖いわ。でもって、はしごかけようか、さっき。はしご。こういう感じで、段差作っとくのまだ、あ、危ない危ない、ほんまに。ここめっちゃ、たか危ない作ったよ、まだ。ほら。まさか落ちたら終わりやぞ、ここ。タカがなんか訳のわからない作っとる。トラップやろ。タカほんまこういうの作るからな。俺。人を落とし入れることしか考えてへんで、ほんまに。そんなつもりはないけどな。ほんま危ない男やで、ほんま。はしごがうまいことかからへん。なんかいらんないな。ちょっと待ってよ。もう痛い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 。ホールしたいけど。ほっ。よしよし。いや。よよよ。この辺。ここややこしすぎるな。ここら辺にしとくか。あれ。今どこおるんや。これで避けて。ここ埋めとくわ、じゃあ。とりあえずこれ、ちゃんとな、道作りながら掘った方がな、ええ気がするな。
そやな。今後のこと考えたら。ジャングル好きでしょ。なんだろ、そのはしご。はしご。はしごの無駄遣いやんけ、だから。マゴ。とりあえず俺はどうしようかな。まだここなんかややこしくなっとるの、マッチ。上がらないなって思った。エビしていこう。これ失礼とやりかな。うん。死にくいようにかな。まあ、死んだら。まさか落ちて死ぬとは思わなかったしな。あところで。しくじったわ。はしごつけていっきょうで今。とりあえず俺は、どうしようかな。とりあえず俺は起業。はしご職人やっと。獲物発見。オッケー。お、これで、便利。とりあえず、これで OK かなぁ。気持ち悪いから消しとこう。ん、まさかこっちおるんか。いや、とりあえず、まあ、気を手に入れよう。あの猫めっちゃね、逃げるな。逃げるやん。あいつやたら逃げるやん。山猫やろ。うん、山猫逃げるやん。倒されんじゃん、逃げるから。お、ここ鉱山入り口でいいか。どれ？これ？これ。大量に気をゲッて。ここら辺にいっぱい松明やっとったら目印としてわかるやろ。うまいうまい。あ、食いたいわ。こっちは埋めとくと。なんかすごくなってきたな。物欲しいな。とりあえず。ん？ややこしいなこの道。とりあえずその。ここはほんまに死なへんように整備せなあかんと思う。死ぬもん明らこちたら。順番に作っていくじゃないじゃん階段をだから。もう多分大丈夫やで。でも落ちたら終わりやここ。そこ大丈夫。行ってみてよ一回。はしご。お前。相当間抜けじゃない限り死なへんでそこ。もう。うわほんまに大丈夫なんや。それ一番下当たったら死ぬ。あ、いける。はい。なんだか俺を試しよう。もしもしあれだ。痛い痛い痛い。そこら辺も掘っていこう横に。いや、この辺に興味はないで、俺はもう。次見せたわけやから、俺も。下？うん。俺も行こうと。下、ただ、行き止まりあるんやな。もう掘れへん、ランクの。あいつは。ここにじゃああれか、大物があるんか。どうなるのな。これ今何言ったじゃん。丸石やん。鉄鉱石ないやん。いや、なんかな、もう多分、ランダムやと思う。ここら辺まで来たら。鉄鉱石求めとんの、俺は。でも前鉄鉱石いっぱい固まっとったけどな。固まっとったな。ってことは多分、固まっとる部分があるってことだ。要所要所っぽい。あいつは、ブラックや。ここありそうな来てへんけどな。ちょっと奥行って、奥行くか、ちょっとタカ。一緒に行こう。うん。タカ、松明持っとん。松明持っと。持ってった、ちゃんと。適当にちょっとなんか、新しいの出るまで。掘り続けてみよう一回。どっか鉄鉱石ぶち当たるかもしれん。あ、これ鉄鉱、あったほら、来た。何それ鉄鉱石やん、これ。鉄鉱石お前ゲットしたやつよ。おう。何だったっけあれだ。防具欲しいな。防具。前さん何でしょういや、俺、とりあえず。ほら、鉄鉱石来た。やった。鉄鉱石ゲットした、俺。やったね。鉄鉱石掘り当てた。マジでうん。ほら、お見て。この色。ちょっとだけじゃないけど、ある、ほら。めっちゃええやん。来た、ほら。お、めっちゃここあるぞ、鉄鉱石。あ、壊れた。さあ、見つけた。まだ見つけてない。ここ、あるぞ、いっぱい。お。あ、でもちょっとしかないわ、ここにも。ステーキ焼けたぜ。ここも部分的にしかないわ。あ、ある、ここまだあるわ。あ、ちゃうんか、これ。でもなんか、掘り当ては鉄鉱石あったぞ。なんか、
いらんアイテム捨てとこ。とりあえず肉を全部調理して。鉄鉱石どこだ？スタミナ回復しとこ。だからタイマーって頼むわ。オッケー。オッケーいいね。鉄鉱石もうないんかな。なんか掘っていくの楽しいな。うん。鉄鉱石どっかないかな。でもたまにこんなん金掘り当ててまうかもしれんな。そうやな。うわーみたいな。おるん楽しいやな、これ。おるん楽しい。ほんまに。石安らしい。ええアイテム欲しいな。欲しい。てててて。鶏肉。焼き鳥や。なんこれ？え、なんか、どっか繋がったんこれ。穴開いとったん？なんか穴開いとるぞ、なんかここに。ほら。ほんまや。俺が開けたかもしれん、それ。お、なんかな。ちゃうと思う。こんなとこに？調理した主体肉。オッケー。とりあえず食うで、これは。とりあえずここが置いた鉄工場か、俺らの鉄工場。鉄鉱石全然入らへんな。そうやな。さっき何個ゲットした？ちょっとだけ、ほんまに6、7個ぐらい。鉄鉱石何使うんだっけ？鉄の武器やったっけ？鉄の武器。いや、だから鉄を使えへんかったら、お、なんか色違うぞ、何これ。土じゃん。土かよな。よし、じゃあめっちゃ回復した。土の間に鉄鉱石は。あ、あった。ちゃうのこれ。土とこの鉄の間なわけやから、鉄鉱石は。ここら辺に固まっとるかもしれんな、久し。うん。この分かれ目のとこやろ。うん。ブーツとか作りたいな。この辺ありそうな感じするけど。結構もう夜になってきたんちゃう。まあ、夜？あ、時間や。ベッド作っときたいな。確かに。この鉄鉱石のところに出たいの。なんかね、怖いから行こう。ふぅ、戻りよん。戻ろうぜ。行くぜ。俺も次そ、関係しよう、そっち。全然ちょっとこの鉱山一回ちょっと制覇しよう。俺もだから行ったよ、そっち。あ、どこやって戻るの、これ。敵おらんかな。なんかどうやっても登るか分かれんねんけど。チェストの近くで爆発するやつだけはやめてな。アイテム取れへんなって思うから。見にくいな、これ。前さっき聞いとる？え？テストの近くで、爆発するやつおったら、逃げる方がいい。逃げた方がいいと思う。爆発するやつは、どんなやつなの？緑のやつやん。あいつな。あいつ。あいつで全部死やん、じゃあ。そうやで。あいつだけはやばい。これ閉めた方がいいんじゃん。うん。ドア開けたら入ってこられへん。ああ、俺閉め出された。え？閉めた、自分で閉め出されたし。あ、おやこれでオッケーや。オッケー。この家なかなかいいやろ、お前さん。ええな。ここはしごついたんでしょ、地味に。見てほら。これであれ。いた！次、鉄鉱石行くか、屋根つけるかやな。ほら、見てな、上からの光景。寝よ。じゃあ、俺も寝よう。うわぁ。寝よし！寝よし！おやすみなさいませ。おやすみなさい。もう20分くらい超えたわ。はい、というわけでとりあえずじゃあ一旦、終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。